それでは新型コロナウイルス感染症の発生につきまして発表をさせていただきます。昨日3月の7日県内におきまして187名の新規感染者発生確認をされました。公衆衛生上の観点から感染された方がお住まいの市町村名および都道府県名の内訳を発表をさせていただきます。徳島市81名、鳴門市12名、小松島市7名、阿南市17名、吉野川市4名、阿波市6名、美馬市6名、三好市2名、勝浦町2名、石井町9名、神山町1名、増毛町8名、北島町9名、藍住町9名、板野町4名、上板町1名、鶴木町1名、東三好町5名、東京都1名、兵庫県1名、福岡県1名となります。また主な感染経路につきましては濃厚接触者または接触者が77名、クラスター関連が22名、県外由来が5名となります。その他感染者の年代や症状の程度など詳細につきましては記者の皆様方のお手元に配布の資料をご参照願います。それではこれを受けまして徳島アラートに関わる指標について発表をさせていただきます。指標は2つ。まず最大確保病床の使用率263分の84、 31.9% となります。重症者用病床の使用率25分の5、 20% となります。それでは続きまして今度は新たなクラスターが今回は2件確認をされておりますので以下ご説明を申し上げます。まず140例目クラスターにつきましてはこれまで発表した4名の感染者に本日発表の8名を合わせた12名の感染者が1つの医療機関において確認をされ、この医療機関で感染が拡大した可能性が高いことが分かりましたのでクラスターとして本日認定する運びとなりました。2つ目は141例目クラスター、これまでに発表した5名の感染者に本日発表の2名を合わせた7名の感染者がグループでカラオケ店を利用しており、この場を契機として感染が拡大したことが分かりましたのでこの7名をクラスターとして本日認定する運びとなりました。ということでこちらご覧をいただきます。まず140例目医療機関クラスター、患者さんが10名、職員が2名、合わせて12名のクラスター。141例目カラオケクラスターについては7名参加者ということで、カラオケ点でのクラスターというのは昨年の4月以来ということになります。それでは次に既存のクラスターに感染者動きがございましたので発表をさせていただきます。こちらをご覧をいただきたいと思います。今日は全部で6つのクラスター。まず122例目児童等利用施設関連クラスター、二次感染1名、同居のご家族を加え39名のクラスター、関連クラスター。124例目、児童等利用施設関連クラスター。こちらも二次感染1名、同居のご家族を加え37名の関連クラスター。127例目、小学校関連クラスター。二次感染2名、同居のご家族、これを加え64名の関連クラスター。次に135例目児童等利用施設関連クラスター、二次感染1名同居のご家族、これを加え13名の関連クラスター。次に137例目高齢者施設クラスター、利用者2名を加え31名のクラスター。最後は139例目小学校関連クラスター、児童3名、二次感染2名、同居のご家族、
この5名を加え11名の関連クラスターにということで、今日もこの2次感染全部で7名おられますが、すべて同居のご家族、家庭内感染冷めやらぬといった過言でないかと思います。さて、今も申し上げましたように、本日公表の新規感染者数187名となりまして、これで4日連続で先週の同じ曜日の人数を下回ることとなりました。さらに直近2週間の感染者の状況、その対比、これを少しご覧をいただきたいと思います。ということで、前の週とその前の週の対比、こちらは 1.20% ということで、当然先週の方がその前の週に比べると感染が拡大している。しかし先週と今週のこの1週間の対比比べると 0.84 ということで減少をしております。しかもこれが1を割るというのは、これで3日連続ということになりまして、まあ、そうした意味では確かに感染、これは拡大が鈍化ということではなく、減少に向かって進んでいるという形を見て取ることができます。では安心できるのかというと、ちょっと厳しいというのが今申し上げたように。一方で家庭内感染、こちらについては今日も82例ということで、感染者全体に占める割合は 43.9%、 高い比率が続いておりますということで、また第6波に入っての分析ということで、1月では家庭内感染は 27.4% でした。2月に入って 32.4%、 急拡大大変だと言っていたんですが、なんと3月に入ってもう今日8日になるわけなんですが、 42.3%、 20代30代40代という形で、なかなかとどまるところを知らない、この山を見ていただいてもお分かりいただけるかと思いますね。ということですから、この家庭内感染、これなんとか抑えないとやはり厳しいものがあるということで、また今日もこちらをご覧をいただきたいと思います。これが収まるまで何度でもお話をさせていただきます。まずは今注意しないといけないのは、ご自分のことだけ体調管理をしていてもダメですね。やはり同居のご家族、先ほど6つのクラスター、そのうちなんと2次感染すべて同居のご家族ということでもお分かりをいただけるように、誰か症状があり、場合によっては無症状で持ち込むということもあるんですね。ということですから、どうしても症状がどうもおかしい、喉がいがらっぽい、こうした場合も、特に今回喉がいがらっぽいっていうのが結構定番になってきてるんですね。そうした方がおられる場合は個室に移っていただく、あるいはワンフロアであればソーシャルディスタンスを保っていただく、またお世話は極力お一人でお願いをする、また全員がしっかりとマスクをつけていただく、大変重要なこととなります。さらに普段家庭でご注意をいただく点が5ポイント。まずは基本的な感染防止対策という、手洗い、うがい、礼講、また最近だいぶ暖かくなってまいりましたので、思い切って換気していただきたいと思います。また手で触れる共有部分の消毒、また汚れたシーツ、衣類、こまめに洗濯を、大変よく乾きますよ今は。それにゴミ、必ず口を密封をしてお捨てをいただくということで、こちらは家庭内を守るだけではなくて、ゴミの収集をしていただくエッセンシャルワーカーの皆様方の安全安心のためにも、ぜひご協力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。そして最後に1点、この感染の連鎖、これを断ち切るために大きな役割、これを示していただくのが、やはりワクチン接種ということになります。昨日から5歳から11歳の方を対象とする小児ワクチン接種開始をされまして、県内16の医療機関で183名の小児の方々が接種を受けられました。多くの皆さん方が気にされておりました
アナフィラキシーなどいわゆる重篤な副反応、これがどうだったか、こちらについては一件も確認がなされておりません。またこの小児ワクチンの接種につきましては、県として特に慢性呼吸器疾患などいわゆる基礎疾患を有する小児の方々に対して接種を進めさせていただいております。そこで県医師会の感染症対策委員会委員長でもあります田山正信先生の方から、専門の医療機関にかかっている小児には特別な対応が必要、ご助言をいただいたところであり、直ちにこのご助言を実践に移したいと思います。ということで、徳島大学病院をはじめとする専門医療機関に特別枠、こちらを設けることといたしましたので、今日公表をさせていただきます。少し具体的に申し上げていきますと、3月の14日徳島大学病院、そして3月の24日県立中央病院におきまして、かかりつけの小児を対象とした特別枠による接種、これを開始をいたします。また今後この病院を拡大をさせていただきます。まず徳島赤十字病院、さらには阿南医療センターにおきましても順次同様のことを実施させていただきます。また県主導の大規模集団接種、その会場において実施をしている18歳以上の追加接種につきましても、予定では4万人を予定をしているところでありますが、すでに 56.5% にあたる22,606 名のお申し込みをいただいているなど、順次進めさせていただいております。ということで、県主導の大規模集団接種を通じまして、接種の機会しっかりと確保してまいりますので、こちらにありますように徳島県ワクチン接種予約受付コールセンターフリーダイヤル 0120-567-571 コロナ都内、このように覚えていただきまして、朝の8時半から夜の20時まで土日祝日も受付を行っております。なお、インターネットのお申し込みにつきましては、こちら二次元バーコードご用意をさせていただいておりますので、こちらは24時間対応可能となっております。ぜひ接種の方よろしくお願いを申し上げたいと存じます。私の方からは以上となります。どうぞよろしくお願いをいたします。それでは幹事社四国放送です。はい、まず中等症の方お一人ということなんですが、この方は何歳代でどんな症状か教えてもらえますか。はい、わかりました。今日は中等症の方がお一人おられます。この方は100代女性の方でありまして、その症状につきましては酸素吸入と肺炎の所見がございます。あと今日のクラスターでですね、まず医療機関140例目なんですが、はい、ここの病院に関しては名前を公表するおつもりがあるのか、はい、それとあと病院の状況を教えてください。はい、こちらも従来の病院と同じで入院患者さん対応でありますので、把握がなされている、検査も進んでいるということがありますので、現時点で公表する予定はございません。でこの病院は現在は対応としてはどういう対応を、はい、この病院については救急はされていないんですが、いわゆる入退院ですね、ここのところを今停止されておられます。入退院を、休止しているということです。時期的なものは今日昨日からとか、あ、時期は3月の2日から、ああ失礼しました、そう、3月の2日からですね。3月2日から。これも患者さんの出た、はいはい、その日からということです。141例目のカラオケなんですけど、はい、これカラオケ店、いや、カラオケボックスですね。カラオケボックスです。はい、でちょうどその7人がフルメンバーということですか。
当たりです。3月の1日に一堂に会してされた。でその7人、まあ、検査もありますけど、すべてが当たった。で、ちょっと言えるかどうかあれですが、感染対策が、はい、できてたんでしょうか。カラオケのガイドラインっていうのは実は、まあ、これカラオケする人にとってみたら非現実的と言われるのかもしれませんが、原則っていうかマスクをつけて歌う、あるいはこのマイクお一人お一人変わるたびにアルコール消毒をする、まあできればフェイスシールドをというのがガイドラインですね。しかしはっきり申し上げて、歌唱時にマスクほとんどつけておられなかったということがこれありまして、もう今のオミクロンは 100% 感染してしまう、その典型的な事例ということで、これまで本当に出てなかったんですよね。出てなかったんですよね。はい、このカラオケでの場合はもうこの7名の参加者しかいないので、それ以上広がりは、まあ、あの個室ですか。個室、あ、なるほど、はい、よろしい。で、あ、先ほどのワクチン接種のですね、はい、特別枠の件なんですが、これは特別な対応が必要な基礎疾患のあるお子さんをまず優先した枠という理解でいいですか。そういうことです。で、しかもそのお子さんたちが通っている病院で。ということで、まず徳島大学病院、これが3月の14日、そして県立中央病院、3月の24日、でその後徳島赤十字病院、あるいは阿南医療センター、こうしたところで始めていきます。こういうことです。通っている病院というのは徳島大学病院にそのかかっている方ということです。そうです、はい、でそこの方に特別に接種を提供する、まあ、県の方で提供する、はい、これは数的なものはまだ今だいたい特大病院が50名程度、50名、はい、それから県立中央病院が20名程度を予定しています、うん。でこれは慢性呼吸器疾患はじめとして、初めとした代表的な代表的な基礎疾患を有している方という方ですね。はい、わかりました。各社さんお願いします。すみません。どうぞ。先ほどですね、クラスターの関係で、カラオケ店でクラスターが発生したのは昨年4月以来というふうにおっしゃったと思うんですけど、これつまりカラオケ施設がある店でクラスターが発生したということで、それでいくと実は初めての事例です。つまりこれまでのクラスターが出たのは、いわゆるカラオケ店、例えばカラオケ喫茶とかいうところが2例あるんですね。まあ、今回はカラオケボックスということで、いわゆる個室でこの本人たちが集まってやる、こういう事例ということですから、これまでの事例と少しそこが違う。前の場合昼カラオケとか、あとそうしたいわゆるカラオケ喫茶っていうところが本件の場合はありましたね。つまりそのカラオケを楽しむ設備があるお店という言い方をしたら、昨年4月からということですかね。カラオケも、あ、そうです、そういうことです。カラオケの施設があると、ただ同じ携帯ですかっていうと、携帯は初めてのボックスだと、ね、はい、ということで、例えばそのこうあの時にも公表するかしないかっていう話でね、かなりあったギリギリの基準があったんですけど、今回の場合は個室に入ってやってますので、その全員は補足をして、そして検査した結果全員あるということですから、他に波及がない。もちろん店員さんたちはしっかりと対応されている、こういうことです。基礎疾患の処方におけるワクチンのことで見てよろしいでしょうか。3月14日が徳島大学、24日が県立中央病院というふうにありましたけど、その日から始まるという理解でいいのかというのと、あと申し込みは主治医を通じてという形なのか、どういう形なのか。そうですね、まあ、これそういう枠を始めるということですので、まあ、今今日発表させていただいておりますから、おそらく、まあ、主治医の方からどうぞという話になってくるんじゃないか。だからいわゆるコロナ来ないに電話するというよりは病院を通じてということが多いです。そうです、もともと通院されている方々ですね。どうぞ。
ですね、あの医療機関のクラスターなんですけども、あの2日からあの入院の受け入れを停止しているということなんですが、今日8日で、まあ、だいぶ時間が経ってるんですけども、ちょっとその経緯を教えていただきたいのと、はい、あと検査はもう終了しているのか、はい、まず全体の経緯、今申し上げたように、最初に3月の2日、お一人職員の方が陽性が分かったということで、その日から入退院停止、休止ということになると同時に、そして、まあ、一斉検査、職員、それから患者さん、ここの部分をされたところです。そして、まあ、その後、この保健所の立ち入りなども行って、そして、まあ、今日に至っているということになります。で、検査につきましては、全職員46名、それから全入院患者107名、合わせて153名、すでに検査が終わっております。消毒などはせずに使っていたっていうことでしょうか。一番は、まあ、だいたいカラオケボックスの場合はマイク1本とは限らないと思うんですが、一番は歌唱するときにマスクをきっちりやっていなかったというのが一番のポイントになります。でも人数分はないと思うんですけど、まあ、同じマスクをマイクを使っていたっていうことです。そうですね、それはもう可能性はありますね。マイクは取り替えとかされとったみたいな、うん、はい、だから一番はやっぱりマスクをあまりせずに、そして一つの空間でカラオケを4時間から5時間されたと聞いておりますので、まあ、これはなかなか厳しいな。じゃあはい、ありがとうございました。